次に、歌わせていただく花の涙、この曲はあれなって感じなんですけれども、はい、今年はこうやって皆さんがこうお顔を拝見して元気なお顔を拝見するのはとても幸せなことなんですが、やはり忘れてはいけない悲しい出来事が3月にございました。この時にある大槌町というところに私の知人の家族もいたんですけれども、瓦礫の上に一本そびえる桜の木、これを見てわーっとこの曲が頭に回っていました、とても楽しいこのクリスマスの会なんですが、このたった2分もしくは3分しないと思います。この一瞬だけでもその悲しかった悲しい思いを今もなさっている皆さんのために祈りを込めて歌わせていただきたいと思います。花の涙です。